皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。では渋谷続きやってまいりましょう。大沢さんが勧められるようになりましたね。まあどうやら盗聴器が田中さんについていたということが判明しましたよね。でまあ田中さんに関してはマリアルートでもう黒寄りの黒っていうことが分かったのでね、田中の動向を気にしながら。自分の領域に踏み込まれたくない。だから他人の領域にも踏み込まない。そうやって生きてきた。とはいえ、結婚して子供まで作ってるけどね。そうやって凪を作ってきた。ところが何かが狂い始めている。自分と他人の境界線が乱れ始めている。え？何今の？何何？これ何？ジャングルの王者ターちゃん始まんの？こんなこととても耐えられそうになかった。あれ？待って、これどういう状況やったっけ？ちょっと待って。あ、この前ないんや。過去のタイムエリアは。あかんねんな。いや、確かこれ、なんか今ちょっと、何のことってなったけど、まああれやね、田中さんについているんですよ、で終わってるはずよね。表に出ようとしていた田中に、梶原は思い切りと、あ、田中にか。じゃあ田中さんが、あれや、そうそうそう、部屋の前で田中さんと大沢さんが会話をしてて、田中さんが、行ってきますって外出るときに梶原さんが後ろからやってきて田中さんについてますよってなって二人で田中さんを追いかけたんか。ほんで表に出ようとしていた田中に梶原さんが飛びついたよな。二人はもつれるようにして玄関に倒れた。すごい玄関。何をするんですか。じっとしていてください。梶原は盗聴探知機を田中の体に向けた。胸のあたりで反応が大きくなった。梶原は田中から何かを剥ぎ取った。盗聴器です。タイピンかな？それはネクタイピンだった。田中の顔が青ざめる。これをどこで手に入れたんですか？いや、その、なぜだか田中は口ごもっている。私があげたのよ。そう言って愛が2階から降りてきた。君が盗聴していたのか。大沢は上ずった声を上げた。奥さん、詳しく説明してもらえますか。お前らまさか不貞の。梶原が珍しく真剣な表情をする。何も聞こえやしなかったわ。やっぱり安物はダメね。愛はイヤホンをちらつかせた。それはいつどこで手に入れたもので。さっき出かけたでしょ。その時に買ってきたの。ではなぜ田中さんに盗聴器を。梶原が矢継ぎ早に聞く。そうです、奥さんどうしてですか。田中も動揺した様子で愛に詰め、え、これ盗聴器やって知らされずにつけてたん。ちょっとさ、田中さんと愛さん怪しない。なんかその理由を話して盗聴器つけといてほしいって言ってつけてるんやったらまあまあまだあれやけどさ、盗聴器やとも言わずに普通にタイピンあげるって、でそれをつけるって、早速その場でつけるってさ、なんか怪しくない。もうお前ら二人とも出て行って。田中さん、さっき外で誰かにメールしていたでしょ。私窓から見たのよ。メールですか。梶原が田中の顔を見る。しばらくして家に入ってきたから、どこに行ってたのって聞いたの。そしたらなんて言ったと思う。愛は勝ち誇ったように一同を見渡してから言った。研究所で調べ物してましたですって。ずっと携帯をいじっていたくせに。だから盗聴器をつければそのうち尻尾を出すと。あー、そっちか。そっちを調べようとしてか。田中が嘘ついて、まあ、多分携帯触ってたのは、ひとみさんからのメールのやりとりとか、田中がつながってる外の他の人たちとのやりとりかもしれんけど、まあ、そこで嘘ついたから、田中が怪しくなったってこと？
もういい。大沢が愛の話を遮った。すごい玄関。右手のこのガラス張りが玄関。大沢が愛の話を遮った。そのメールの相手は瞳だと言えるものなら言いたかった。まあ話はわかりました。愛の話を聞き終えると、梶原は腕組みをした。奥さんは田中さんが犯人と連絡を取っていると思った。それで盗聴器をつけたというわけですね。梶原が田中に一歩寄る。田中さんは誰にメールを？そうよ、田中さん携帯を見せなさいよ。そうすればはっきりするわ。大沢は焦った。携帯電話を確認されたら、瞳からのメールが見られてしまう。もし犯人にこのことがバレれば、マリアの身が危険にさらされるかもしれないのだ。それとも私に見せられない理由でもあるの？愛はしつこく食い下がる。あ、やめるんだ！とっさに大声を出した。あなた？愛が驚いた顔をする。私が田中に頼んだんだ。メールを送ってもらうように。相手は誰？それは、大沢はなんとかごまかそうとした。これぶち殺される！プリティーハニー。あ、でもプリティーハニー別に愛さんのことやんな。でもこれ、真ん中が一番良くないと思うねんな。結局詰められるからな。私やったら、一見めちゃくちゃに思えるけど自分って言うかな。なんとかなるやろ、自分やったら。今日疲れたように、梶原と愛はうろたえた。仕事の話をやりとりしてたんだ。何も変じゃない。いや、変でしょ。梶原が言った。なんでそんな手間のかかることを。すぐそばにいるのに。あんたがしつこくまとわりついてくるからだ。聞かれてはならん機密情報もある。いや、しかし、梶原はなおも食い下がろうとする。とにかく、田中のメールに関しては何も問題はない。さあ、もういいだろう。田中には私が頼んだ用事があるんだ。大沢は強引に話を打ち切って、玄関のドアを開けた。田中は小さくうなずいて外に出て、これなぁ。言えばよかったのにってなるよな、今にしてみれば。ちょっと待って。それでも愛は田中に追いすがろうとする。いい加減にしないか。田中が犯人と繋がっているわけがないだろう。ピシャリと言うと諦めたようにうなだれた。まあまあ、それだけ娘さんのことが心配なんですよね。梶原が慰めるように声をかけたが、愛はそっぽを向いて2階へ上がっていった。まあこれ愛さんの勘が正しかったってことやろな。しかし、心配していたとして、ネクタイピンのプレゼン、ねえ！ねえ、カジちゃん！私も思うわ、それ。ねえ！小声でぼそりと梶原がつぶやいた。どういう意味だ？いえ、何でもありません。多分私と同じこと言いたいんやろ？贈り物としてネクタイピン渡されて、すんなり受け取る関係ってことやろ？含みを持たせた言い方をして、梶原はリビングに戻っていった。ねえ。だってさ、大して親しくもない人にさ、ネックレスとかさ、ブレスレットとかもらっても、ん？ってなるもんね。それぐらいの装飾品やんね、タイピンって。大沢は書斎に戻るとパソコンに向かった。刑事たちが詰めているリビングにはどうしてもいたくない。モニターの中では40歳以上の神木綾コミュニティが開いたままになっている。何気なくページを更新してみると、大沢の書き込みにレスがついていた。いつも大沢の書き込みにレスをくれるプリティーハニーだった。あ、プリティーハニーってこれのこと？あ！加納さんに飛べる。神木綾コミュニティによく出没する人物。農業と警察に関して詳しく、世界がもし100人の農村だったら、タレコミュニティ87文書といったサイトにも頻繁に、あ、これ待って！警察の不甲斐なさを非難するプリティハニーに対し、ルミは警察がいかに大変な仕事かを力説し、え、てか、これさ、パパじゃん。プリティハニーちょっと、
あれ、ルミさんのパパ説あるな。まあ、警察嫌いなんやろなっていうのは、なんとなくにじみ出てるしね、元警察やったわけ、警察やったくせに。私は神木綾のアメリカ進出は反対です。ブン。日本で成功しているのにわざわざアメリカで苦労しなくても、ふん。それに綾は私たちが大きくしたのですから、いつまでも日本で頑張ってほしいな、にっこし。文面に若い女の子らしい顔文字が踊っている。怖いな、これでも。これルミさんのお父さんかもしれんって思いながら読んだ。おとろしいけどな。プリティハニーは19歳の女子大生とな、大丈夫かな、ほんまに、うん。寝かまえたどうしよう。40歳以上の神木綾コミュニティは名前とは裏腹に誰でも参加できる設定になっている。それでもメンバーに入っている若い女性はプリティハニーだけだった。レスには続きがあった。ところで綾占いってやったことある？下のリンクから行けるよ。ププ。占いか、やばいな。占いまであんの？神木綾って。あ、再生できるよ。あ、これ今日、ちょ、で、これ、待て。これさ、ランダム？今日、もうこれしか出えへんのか。なんや、ランダムやったら面白いなと思ってんけど。占いか、マリアの安否について占ってみるか。いい結果だったら信じて、悪い結果なら信じない。不安を紛らわすためなら、占いに頼ってみるのもいいだろう。書き込まれたアドレスをクリックすると、あや占いのページが開いた。生年月日と性別を入れるだけで、神木あやがアドバイスしてくれるらしい。とりあえず指示に沿って、生年月日を入力し、男性を選んで進むをクリックした。数秒で占いの結果が表示された。あなたは仕事人間タイプ。え？今、私がやった占いって今日しか出てこなかったけど、これしっかりこんな。マリアについて占おうと思ったら、自分の性格を診断してしまったようだ。周囲の献身的な支えがないと生きていけないのに、それに気づかず毎日を過ごしていませんか？自分の力だけでうまくいっていると思ったら大間違い。何も知らないということは、決してかっこいいことではありませんよ。周囲への無関心を改善しないと、周囲から手痛い報復が待っているかも。手遅れになる前に、周りの人にもっと関心を持つとか、私生活を改善するところから取り組んでみて。そうすれば絶対にいい未来が待っているはず。同じ結果の有名人、大洗慎之介。この人ね、まあ、飛べないわね。これはね、ジャンプはね、できないね。痛いところを疲れて不快な気分になってきた。大沢はコミュニティに戻るとプリティハニーの書き込みにレスをつけた。プリティハニーさん、久しぶりです。私たちの神木綾という気持ちはよくわかりました。でも私は彼女ならどんな苦労をしても絶対にアメリカで成功すると思うのです。もし失敗したらその時は私たちが日本で温かく迎えましょうよ。別に神木綾アメリカ行くって言ってないからな。こいつらの勝手な妄想やからな。なんて架空のアメリカ行きの話で熱くなっちゃいましたね。あは。そこまで書くと書き込みをクリックした。大沢さん。ドアの外から梶原の声がした。トイレ、弁当、次は何だ。事件に進展がありました。大事なお話がありますのですぐにリビングへ。梶原が刑事らしい顔をしていた。あ、フィクサー。あれ、ゼーレ。大沢がリビングに入ると、険しい顔をした愛がいた。お二人が揃いましたので、私から報告させてもらいます。梶原が神妙な顔で言った。犯人グループのアジトらしき場所が確認できました。それで、マリアは？大沢は思わず叫んでしまった。まだマリアさんの安否は確認されていません。では何が大事な話なんだ？
なんとなく嫌な予感がしてきた。そのアジトと思われる場所は疲労のマンションでした。その持ち主が、そうやね、持ち主の名前出てこなかったね、加納さんルートでもね。大沢さん落ち着いて聞いてください。早く、早く言いたまえ。梶原は大きく息を吸ってから言った。その家の持ち主は、田中やって。いや、私、立野さんかと思ってた。田中やって。大沢は絶句した。何が何だかわからなかった。嘘よ。愛が怒声を上げた。何言ってんのよ。田中さんが誘拐犯だって言うの。そんな証拠どこにあるのよ。お言葉ですが、奥さんも田中さんを疑っていたのでは。それはそうだけど。もしかしてさ、愛さんは田中さんとそういう関係でさ、田中さんの浮気疑ってたんじゃない？自分も不倫してるのに私の他に女がいるんじゃないでしょうねってなってたんじゃん。盗聴器までつけていたじゃないですか。梶原が追い詰めるように言うと、愛はうつろな目をしてしどろもどろになった。電話機が冷たくなり響いた。一瞬にしてリビングに緊張が張り詰めた。田中だろうか。いや、そんなはずがない。決してそんなはずは。ヘッドセットを装着した刑事が梶原にうなずき、ついで梶原が大沢に電話に出るよう促した。もしもし。あ、もしもし。大沢マリアさんのお宅でしょうか。田中ら、これミノさんやな。多分ミノさんや。相手が誰なのかわからないが、目の前を覆っていた絶望が少しだけ和らいだ。大沢ひとみさんのお宅でしょうか。電話の男は今度はひとみの名前で聞いてくる。そうだが、大沢は短く答えた。これちょっとミノさんいたで、これ、もう状況ちょっとすごいな、あいつ。名前の確認だけして切ったんや。呆然と立ったままの大沢の手から、梶原がそっと受話器を取り上げ、電話機に戻した。刑事の一人が梶原に言った。家電元判明、携帯電話からだ。基地局も特定できた。一応人を回すように、久世管理官に伝える。一応、どういうことです？大沢が聞くと、梶原は神妙な顔をした。誘拐事件だからといって、犯人からしか電話がかかってこないわけではありません。もちろん捜査はしますが。そうか。それよりも、今は田中さんの所在を確かめることを優先します。いいですね。有無を言わせない口調で梶原が言う。では、田中さんに電話を。私がするわ。愛は携帯を出して田中に電話をかけた。愛さん。田中さんはどちらに向かわれたんですか？梶原が鋭い視線を向けてきた。いや、もうこれは、ま、でも、変なこと言って、かく乱するんやったらこれぐらいがいいんかな。実は知らない。瞳のことは隠しつつ、本当のことを言った。田中が誘拐犯なら、青いワゴンや瞳のことを洗いざらい話すべきなのだろう。しかしまだ心の隅で、田中を信じていた大沢は、すべてを打ち明けること、子供の命かかってんのに？田中さんのマンションに捜査員が向かっています。報告を待ちましょう。ほんまに田中さんが、大沢さんの腹心なのであれば、まあ、この状況で田中さんをちょっと疑っちゃってメールの内容を言っちゃったって言っても、子供心配やったからって言ったら許してくれるはずやけどね。梶原のすぐそばでは、愛が金切り声を上げていた。どうやら何度かけても田中に電話がつながらないようだ。梶原がポケットから携帯電話を取り出した。可能か、どうした？部屋の隅に移動しながら、梶原は小声で話を始めた。それは構わないが、どうしてだ？短いやりとりの後、梶原は大沢に携帯電話を差し出した。現場の捜査員がお話が、あれ？ここ繋がる？登場人物同士が会話をする？
大沢は神妙な顔をして電話に出た。もしもし、変わりました、大沢です。渋谷署の加納と言います。時間がないので担当直入に聞きます。加納という男は一呼吸置いていった。抗ウイルス剤をひとみさんに持たせましたか？え？驚きのあまり大沢の声が裏返った。何の話だ？大沢が進めている研究は極秘扱いのはずだ。それなのにどうして渋谷署の刑事が知って、ジャックが言ったんかな？今わかんらしい。大沢は激しく混乱した。大沢さん、質問しているのはこちらです。ひとみさんに抗ウイルス剤を持たせたんですか？質問の意味がわからん。大沢さん、犯人グループの本当の狙いは？刑事の言葉を聞いた瞬間、頭の中が真っ白になった。大沢さん？大沢さんどうしました？電話の向こうからしきりに呼びかける声がする。思わず一方的に電話を切ってしまった。あれかな？バイオハザード的な感じかな？あの映画版バイオハザード的な抗体を持っている、その、ひとみさん自体が抗体持ちみたいな。ウイルスが狙い。研究所にあるウーアウイルスが狙いだというのか。しかし待てよ。今の刑事は勘違いをしている。犯人はすでにウーアウイルスを持っているはずだ。だから私はあの時ひとみに。ひとみさん、あれ売ったのひとみさんに売ったんかな？え、怖っ！え、人体実験自分の娘にしたってこと？ A からのメールの意味が今ようやくわかった。あれはこれから起こるであろう悲劇の予告だったのだ。犯人はそう遠くないうちに行動を起こすだろう。もう手遅れかもしれない。大沢さん？大丈夫ですか？顔色が真っ青になった大沢に梶原が心配そうに尋ねた。大沢は意を決してカラカラに乾いた喉を開いた。間もなく殺人ウイルスがばらまかれる。私はいわばその犯人だ。突然の自白にその場にいた刑事たちが色めき立った。逮捕してくれ。あ、これで手錠かけて外出ていったんか、大沢さん。大沢は押しかかる罪の重さを実感して目を伏せ、両手首を差し出した。詳しい話はすべて警察で話そう。何もかも。あ、ウニクロって書いてる。あ、ウニクロがある、ウニクロ。大沢の脳裏にはバタバタと人が倒れていく様が浮かんだ。研究室内の抗ウイルス剤には限りがある。もし感染者の隔離が間に合わず、渋谷、いや、日本中にパンデミックが起こってしまったら、抗ウイルス剤では食い止めようがない。感染爆発ね。コレラ、恐ろしいね。コロナもね、いわばパンデミックやもんね。でもさ、まあ、コロナは風邪の一種やろうけどさ、コロナだって、ちょっとずつさ、毒性が和らいでいったやんか。こういうのもやっぱり、一回ブワーって広がって、人がいっぱい死んだ後は、毒性が弱くなっていって、いずれ元に戻るもんなんかな。さらなる感染拡大を防ぐための唯一残された手段は、そんな、あ、バッドエンドやって。そんなアメリカ映画みたいなな、バタリアンみたいな。バタリアンとか、それこそバイオハザードみたいなことやんな。もうウイルス広がりすぎて手つけられへんから爆破やって。ウーアウイルスによって日本が壊滅してしまうことを想像し、絶望する大沢。自分自身を責め、逮捕してくれとまいって言い出してしまう。それもこれも加納が発したある一言がきっかけである。ほんのちょっとした言い違いでも大沢には全く違った。あー。加納さんの、じゃあパートやな。加納パートで、
多分大沢さんにどう伝えるみたいな選択肢が出てくるんでしょうね。あ、なるほどね。これね、プリティーハニーとやりとりをする大沢さんのシーンなんですけど、ここ最初やった時、加納さんにジャンプできなかったんですよ。多分バッドエンドまで見切らないと、ここでジャンプできないっていうシステムになってたんでしょうね。では、まあ、動画の時間もいい感じなので、今日はここまでにしますね。続きは次の動画で見ていきましょうか。では、ありがとうございました。またお会いしましょう。